はい。もう、この世は地獄かなっていうような事件ですね。東京江戸川区の河川敷、ウォーキングをしている男性に対してですね、16歳の少年が、なんと、おい、何がんたれてんだって言って、男性を殴り、バックを奪った。うーん。なんかもう、ここは日本か いやーなんか私がし、いや、なんかもっと盛り場みたいなとこだったり、なんか行ってはいけないよみたいな場所あるじゃないですか。まあまあ今は逆に安心、安全みたいになっちゃってる。安心ではないか。安全ではないか。例えばその歌舞伎町とかね。うん。まあ防犯カメラがあるから逆にできないのかもしれませんけど、ウォーキングしてる男性にガン垂れてんだ。ガン垂れませんよ。は歩いてるんで。まあどうやら、 この付近でたむろしている少年が、この突然ウォーキングをしている男性に因縁をつけて暴行。で、深夜なんだね、これ、一応。仲間と共謀して、江戸川区の江戸川河川敷の遊歩道で、ウォーキング中の30代男性に、おい、何があんたれてんだ金出せって脅して暴行を加えた上に、タブレット端末とか入ったバッグを奪った。 で、その時に男性は髪を引っ張られて倒されて、顔を殴るケるなどされて、全治2週間の怪我。まあこれね、一人じゃないですよ、やっぱり結局。このガキと、殴ったガキと仲間4人がいわゆる親父狩りをしようとして、周囲で物色していた可能性がある。犯行には逮捕された少年ら2人が関わった。 このガキたちは金が欲しかったと容疑を認めている。うんで、あのー、昔からもこういう事件はあるんですよ。あるんですよ。あの、今に始まったことじゃなくて、昔のがひどいのは認めます、それは。だから今に始まったわけじゃない。ただ、今これをやるリスクっていうのが、ハードルがめちゃくちゃ上がってるってことを言ってるわけです、私は。 私たち世代の58歳、私が58歳の時の16ぐらい、ね。うん。40年前。ね。の喫煙。飲酒と、今の40年、50年経った、ね。40、50年経った、今の喫煙、飲酒って、全然意味合いが違う。喧嘩っていうことだって、 もう、喧嘩両成敗。喧嘩っていうことだったら、捕まらなかった夫婦喧嘩が事件にならなかった。親が子供を接管することは、あの、合法っていうか、大丈夫だったそれは、親の、親の範疇で、この犯罪にもならなかった。例えば、 縛って、外に出してるぐらいもまあ、それはしつけなんでって。じゃ、それはやりすぎだよねやっぱり逆さすずりとかはダメだし、怪我するようなことはダメだから、外に締め出すとか、押し入れに入れとくとかっていうようなことっていうのは、普通に、学校教育の中でも、バケツに持たされて立たされたとか、もうバケツはさすがにダメだよって言って正座させられるとか、廊下に立たされる。今、授業中うるさいから宿題忘れたから、 あの、廊下に立たせるなんて言ったらもう、それは大変なことになっちゃう。でもそれが当たり前だったわけですよ。ね。で、その時の暴力と、今の暴力とでは、意味合いが全然違うのね。うん。そんな雰囲気じゃないもん。学校に暴力ってものがないわけ。うん。そういうしごきとか。うん。 で、私これ聞いてった時に、そのまあ、あの、一時どれって言いたかないけど、そういうやんちゃで元気のいい子たちっているわけじゃないですか。で、あの、力が持て余,あ余ってとか、あるいは幼い時から武道、例えば柔道とか体とか、ね、そういうことをやってる子たちもいれば、ボクシング系とかっていう風にもあって、でもやっぱり基本武道武術をやってる人って、やっぱりきちんとこう、 あれがあるわけですよ。ルールや作法は。そんな友達なくっていいっていう空手の先生いないはずなんで。おそらく。ほぼ。ね。だから勝てちゃうんで、やっぱり、その小学校低学年からやってるような子たちは。まあそうはならない。だけど、一つ違う、その格闘技っていうのが出てきたのに、あのまあ、ブレイキングダウンで。実際聞いてるんですね。あれ見て、スパーリングはいいでしょ だから、私たちだと、プロレスが全盛期だって、プロレスごっこっていうのを中学校ぐらいとかでもやってましたよ。それってごっこなんで、本気じゃないですよ。本気じゃないですよ、実は。うん。ちょっと加減してるんですよ。だから、プロレスってそういうことだなって加減ができちゃう。だから、ボクシングごっこってなかなかできないですよ、正直言うと。なんか、プロレスは、なんか、見よう見真似で、すっごい、なんか、蹴るふりしたり、 あの、チョップを入れることって、なんか、それなしになんかなるんですよ。うん。だけど、ボクシングごっことか、できないですよ、やっぱり。<laughs> スローモーションでやるわけにいかないんだよ。で、今の子供たちの人気は、やっぱり、ブレイキングダウン。1分間で。だやっぱりそりゃそうでしょ。喧嘩自慢。街の最強とか。まあ、今、ボクシングスタイルになって、ルールも変わったって言ってるけど、私もこれ、喋る以上、調べなきゃって言って、ウキペディアで見たら、 ルールが変わってっていう風になって青少年にっていうことも、それは考えられてるんだと思いますよ、やっぱり。うん。だけどやっぱり、あれだけ人気になってこうなってくると、その、子供たちに対する影響は大きいのかなうん。ましてや、著名な格闘家、インフルエンサーとかが出て人気になってくっていう風になったら、子供も、俺も一丁、俺も、いきなり喧嘩自慢にならないから、やっぱ喧嘩やっていくしかないよね。 うん。っていうことがあったときに、規制が云々というわけじゃないけど、私はこれは、いずれ、なんか、本当に大怪我したり、とんでもないことになったときに、どうするんだろうっていうふうに思ってたんですよね。うん。まあ、だけど、喧嘩したり、どうこうするのって、規制や、何か条例で止めれるわけの検査きこの町は、喧嘩は禁止です。このエリアから、喧嘩をしたら罰金です。なんて言ってあって、そんなことならないからな。うん。 難しいと思うんだけど、ねえ。これだってさ、普通にさ、じゃあ河川敷、夜歩いちゃいけねえって話になっちゃう。こんな子供たちがいるために、あの、昼間頑張ってさ、夜体力をとか、ちょっと自分の健康維持に行ってウォーキングする人を、こんな親父狩りって。だから30代って親父でもないし、まだ。よくやったなって感じ。ねえ。 だけど、これ、結局、こうなったとき、いいですか法律を守りたい人たち。これ、抵抗しちゃうとダメなんですよ正当防衛、ある程度はいいけど、過剰防衛なんて、基本、日本のルールっていうのは、それをやり返しちゃいけなくなってるんで、どうすんのっていう話です。でも、ガキども、ガキが、ね、16、七7って言っても、4、5人いたら、やっぱりちょっと、無理ですよ、やっぱり。 っていうのは、向こうは最初から暴力で奪い、奪いに来てるわけだから。うん。だから、なんか因縁つけて、なんかどうこうじゃなくて、もう、殴って蹴って取ろうとしてるやつだから、そりゃ、もう、不意打ちですよ。それは抵抗したしない方がいい。渡しちゃった方がいいって、単純に思いますもん。うん。目的がそれだから。金なんで。うん。いたぶることが目的だったら、そういうわけじゃないんで。ただ、そんなの絶対バレるわけですよ。河川敷で。 都内の河川敷って言ったって防犯カメラもあるし、そこでやってる、そこにいる人間なんて調べればわかるわけで。ね、え。捕まるとか捕まらないって考えないのかなだから本当に脳がもう劣化してるんじゃないか。こんなん捕まるよって、4人も5人もいて誰か一人言わないのかなこれはまずいぞと。というか捕まっても平気っていう感覚。 なのかなうん。捕まってもいい覚悟だったら何でもやれるけどな、まともなことを。いや、でも、いや、これね、一つ考えると、この、無職っていうか仕事もしてない16、7の子たちって何が働けるんだろうって思うの。逆に言ったら、どこが使うんだろう。あるのかな就職とか。いや、それはあると思うよ。ちゃんとすれば。 でも、未だ働き手はっていうことだから、これこれこうって言えば、いろんなとこに行けば、そういうこともできないんだろうなだから、やっぱりここに行く、この4人5人の親は何をしているんですかと。うん。いや、親がそんな風なんだろうねって思うしかない。ねだから親のところからなんだよな結局。だって、16、7の親でこれ、下手したら 親だってもう30行くか行かないか、30代の可能性だもんね。あるもんね。うん。うん。そうか。だから30代でもこれがこの、これらから見たら親父狩りか。うん、ね。うん。まあ、んで私はこれ今日、 少年犯罪これ、5つも、まあ4つか。うん。あのーい、1本目は、あのー、折り替えの、折り替え。なんか、降りた楓えで、折り替え。なんかいい名前が、もうちょっとな,なんかみんながキャッチーな名前、ないのかなうん。替ちゃん,、うん。ちょっと、ちょっと あれ以外は4本ね、これは少年犯罪全部喋ってる少年とか、あの、その、親族間殺人とか、そういうことをやったんだけど、うん、あえてね、なんかもうむちゃくちゃですよね。特に後半3本なんで、ね。うん。まあ、こんなの、その、予防にも何もならないし、こう言ったからって啓蒙にもならないし、そういうことをやろうとしと、人が、 なんかこういう YouTube 見てやめようとは思わないんですよ。私がこれ何言いたいかってこういうことがもう起こってる。ここ数ヶ月の間で。っていうことは、あなたたち聞いてる人たちが加害者になることはないけど、そういうバカな奴がいて被害を受けるかもしれないっていうことを、被害を受けたら結構きついですよ。うん。殴られたり取られたりすると、自分が悪くないのに落ち込むんです。 不思議と。何にも悪くないよ。悪くないのに嫌な思いする。うん。となったらどうしたらいいのかなうん。ねえ、そこをいちいち言っていくと自由がなくなるんですよね。そんな時間出なきゃいいとか、それも持ってなきゃいいとかって。ね服装や場所、時、ねいろんなことっていう風になるんだけど、これでじゃあご信用だなんだかんだなんて思っちゃった時には逆にそれが罪になっちゃったりするわけだから、 は渡り何センチ持ってたっても、それはもう、あの、募集される、あの、始末書の対象になっちゃうから、そんなもん持ったってしょうがないし、うん。じゃあ丸腰でどうすればいいんだって。でもそんな敵がいつ来るかわからないし、ねうん。合法的な身を守るものうん。だけど、親父狩りに、子供のブザーなんか使ったって、スプレーでもこれもスプレーでも違うところで噴射すると、これが、 やった人が悪くなっちゃうしね。うん。もう、家の中も、闇バイト、闇バイト強盗で、あの、安心できない。外歩いてても、親父狩りに会うと、うむちゃくちゃですよね。ね。SNS では詐欺に会う。ね。うん。ね。私たち世代も、ロマンス詐欺にあって金をむしり取られる。ね。 恥ずかしくて言えない人続出なんで、ね。まあこれね、本当にね、どうなっちゃったんだっていう感じ。これから年末に、向けてまだそういう犯罪は増えてくると思いますの、ね、で、皆さんね、本当に気をつけていただきたいなっていうふうに思います。以上です。